どうもどうも、けんぴです。こんにちは。あら、お久しぶりです。お久しぶりでございます。こんにちは。前回はあのウミガメのスープ問題、水平思考ゲームの時に来てくれた。はい、それ以来ですね。はい、けどまあ実はいろいろ裏で謎解きの問題、まあそうですね。桃太郎でございます。はい、こんにちは。改めてよろしくお願いします。本日はですね、はい、またこのウミガメのスープとは違う問題を持ってきました。おお、やった、楽しかった。前回どんな、はい、今回は題して、うん、問答形式の法則謎解きです。わあ、うん、長い。なんでしょう。はい、なるほど。まあ、一体何なのかというのがちょっと分かりづらいと思いますので、一旦例題の方を持ってきました。はい、じゃあけんぴさん、はい、好きな楽器を言ってください。僕はそれに対して必ず数字で返します。そしてその数字で僕が2を答えられたらけんぴさんのクリアです。あ、ね、そういうゲームでございます。一旦やりましょう。 OK、ね、じゃあ楽器の名前を言って2って言わせりゃいいんだな。よくわかんないけど、じゃあフルート。フルートは0です。なるほど、0。ラッパ。ラッパは1です。うん、トランペット。トランペットも1です。まあ、こんな感じでどんどん質問していくことによって、うん、はい、中のシステムの法則が分かってくるはずです。うん、ちなみに今回の問題はですね、うん、言った単語の中に音階、つまりドレミファソラシドがいくつ入っていたかで推測してみました。ラッパもラーとトランペットのラーで、これらがドレミファソラシドのラだから両方とも1だった。そういうこと。答えは例えばウクレレとかが。そう、ウクレレ。あ、なるほどなるほど。あるいはドラムとか。はいはい、あ、ドラム。三味線なんてのもある。でねー、なるほど。はい。みたいな感じで言われたものに対して僕は必ず数字で返します。はい。それで、まあ、僕の意図している数字を答えられたらクリアというゲームになっております。はい、よろしいでしょうか。ああ、わかりました。なるほど、わかりやすい。それではじゃあ 本編参ります。はい、はい、じゃあ問答形式の法則謎解き、ケンピさんに答えていただきたいのは、うん、4文字のカタカナ語です。4文字のカタカナ語。はい、カタカナ語。はい、なるほど。で、僕が5を答えられたらけんぴさんの勝ちです。それではどんどん質問していってください。フルート。フルート、フルートは6です。惜しいですね。すごい、いきなり6じゃんか。フルート、6。一瞬例えば英語に直すとか考えたけど、フルートって別に5文字だし。あ、はい、すいませんね。アスパラ。アスパラ、アスパラは9です。アスパラは9。何人を数えてんだ。次は何があるかな。ローカル。ローカル。ローカルは8です。カタカナっていうのがなんかミソなんだろうな。うん、じゃあ次はサボテン。サボテンはですね、もしかして14じゃないですか。14です。サボテンは14です。よし、何言えばよかったんだっけ。5でしょ、5でしょ。分かったところで難しいな。だって4文字で全部合わせて語学の言葉を見つけないといけないってことは、それぞれ一画一画一画二画じゃないといけないってことでしょ。一画で表現できるカタカナってのぐらいしかない。でもね、あれ、あいうえおかきくけこさしすせそたち。そうだよね。あ、それか伸ばし棒。伸ばし棒かのでしょ。伸ばし棒だとして、だとヨーヨーとかさ。でもヨーが多すぎるんだ。あー、難しい。一番最初何を質問されてました。フルートは6ですよね。あー、フが一角だった。なんてバカなんだ私は。変を言いかけたよ。待ってよ、ってことはだよ、ふう、なくない、そんなもの。ちょっとあの、はい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 、検索していいか。検索するほどのゲームではないぞ。
バカだから分かんないや。ちょっと検索しよう。おー出てきたよ。なんかはい、フール。フール、うん、どういう意味ですか？フールはネットアプリ。フールしか出てこなかったです。はい、まあ該当してるから5ということでいいでしょう。語彙力が追いつかなかった、まあ、やった。僕としては、はい、想定解何ですか？フレームとか出てこないって。そんなの謎は早めに解けてたよね。よし、検索がいかに早いかというのね。はい、よし、いいじゃない。なかなか。どうしよう、もう一枚やりますか？ルル寝たいです。そう、さっきこう結構幅広かったと思うので、カタカナ4文字というのを、はい、狭めます。もう、魚を答えてください。魚、はい。で、僕が3と答えたら勝ちです。なるほど、わかりました。じゃあタイ。タイは0です。スズキ。スズキも0です。困った。イソギンチャク。イソギンチャク、まあ魚類ではないんですが。大変申し訳ございません。あ、ありがとうございます。イルカ。イルカ。ごめんなさい。さっきから怒られてる。一匹ぐらいなんか数字が進んでほしいな。ヒラメ。ヒラメもゼロです。ちょうちんあんこ。ちょうちんあんこもゼロです。こんなに長いのに名前。嘘だ。なんだっけ。ハンマーヘッドシャーク。よく知ってますね。ハンマーヘッドシャークゼロです。フグ。フグもゼロです。せめて1にしたいですね。分かってるよ。分かってるけど1にならないんだ。ね、サバ。サバは1です。お、いい引きだ。サバが1。アユ。アユはゼロです。ブラックバス。ブラックバスもゼロです。なんでサバ1なんだろう。ヤマメ。ヤマメもゼロです。カメ。カメは爬虫類ですね。そうですね、の上で。なぜ行かせようとするの。じゃあイカで。イカ、まあ、イカも微妙に魚ではないんですが、まあ、いいでしょう。1です。イカとサバ。メモっていい？メモります。まあ、でもこれに関しては何が全部以外のやつが分かるといいかもしれないですね。だから今のところサバとイカしかない。サバとイカですね。エビ。エビはゼロです。キス。キスもゼロです。トラフグ。トラフグゼロです。うなぎ。うなぎ、うなぎなんと1です。おうなぎ、うなぎ、パイパイパイ。タチウオ。タチウオはゼロです。トビウオ。トビウオもゼロです。虹色の魚。虹色の魚、ベラとかですか。ごめんなさい、なんでもない。そういう本がある。タツノオトシゴ。タツノオトシゴゼロです。クマノミ。クマノミゼロです。もう3つでなんか考えよう。もうダメだこりゃ。3つ、確かに1ずつではあるんですが、共通点がちょっといかんせん見つけるといいかも。イカだけにね。数字に何かしらを変換しないといけないって考えたときに、例えばサバをいかに数字にするかって考えると、何かしらの数を数えるのかっていうのが多分セオリーだと思うんですね。サバを画数考えると8だったんですね。カタカナで書くと7なんですよね。この差が1なんですよね。そういうの関係あるかな。イカひらがなは1,2,3,4,5、五角でしょ。で、カタカナと1,2,3,4,4でしょ。うん。で、差が1でしょ。うなぎはひらがなだと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12でしょ。で、カタカナにすると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ピー！消えながら。なんだろうな。
えるとまだ法則がちょっと見つからないから、もうちょっと質問しようかな。他に魚って何がいる、何がいますかね。魚って私と同じレベルですね。言いました、言いました。あ、カツオ。カツオいいですね。1です。あ、やったー。マグロ。マグロ0です。なるほど、あれですよ、分かりました。私今スシローが頭の中に回ってるそうすればいいんだ。回ってるけど私普段エビしか食べないからさ、エビとマグロしか食べないから終わったサーモンは。サーモン1です。ちなみにサーモンは英語です。で、サケで。サケも1です。あら、なんてこった、なんということでしょう。なーら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 ー。ね、サバって本当に 1？ サバは本当に1です。ワンちゃん、母音が A のものかなって思ったんだけど、イカ、ウナギ、カツオ、サーモン、サケだと。でもサバも1っていうから、サバこのデュールだから2じゃないといけないんだよ。確かにいいところついてるかもしれないですね。金魚。金魚はこの魚ですね。ゼロです。レメキン。レメキンゼロです。カメ。カメはさっき言った気がする。カメじゃないですイラッとした、うん、あ、じゃああれはなんだっけ、カサゴは。よく出てきましたね、カサゴ。カサゴはなんと2です。お、初めての2です。初めてじゃん、おめでとう。通して、なんでカサゴになった。え、分かったか。え、やめてくださいよ嘘。マネージャーさんに負けた顕微やだよ、そんなの。いいじゃん、耳打ちで言ってくださいよ。それではないという結論に至ったんです。ダメじゃないですか。あの、アダムじゃないですか。さっき言いましたよ、もう君数分前に問いすぎました、それ。言ってましたっけ。言ったっすよ。サバが1だって言うから違ったっす。そうですよ、サバやその理論が2になります。あ、そっか、分かんないな。結構単純というか、僕が最初になんて聞いたかですね。あ、どういうこっちゃ。海の魚の名前を言ってください。いや、そんなこと言ってません。魚を言ってくださいって言いました。どうしました。いいですか、なんか虹色の魚だ。虹色の魚。虹色じゃなくていいや、魚で。魚、うん、3です。わかりましたか、なんで3になるか。さあ、か、なを言ってくださいって言われてて、サバが1だったのはサが入ってるからです。で、イカが1だったのは魚のかが入ってるからです。つまりサか、かか、なが入ってりゃよくって、サにしたかったからはサガナ。その通りでございます。ちなみに、あの花見のカサゴとかって言ってくださると3ってことです。わかんない、わかんない、わかんない。そういうのいいですよ、別にそういうのいいです。はい、金ピーはあのハンマーヘッドシャークを入れただけで満足なんでもういいんですが、はい、難しい。ちょっと難しかったですね。なるほどねって思ったんで、はい、満足です。はい、一緒にね、マネージャーさんも騙されて同じ間違いしましたよ。うん、そうですね、聞いてたはずなんですけどねちゃんと聞いててくださいよ、ということで、本日は新感覚謎解きということでやっていただきましたが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、こちらも、うん、はい、またぜひ、じゃあ違う企画もじゃあまた来てください。そうですね、でできたらと思います。はい、また来てください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、なんか普段私謎解きとかやってるんですけど、それとはまた人と違って違う頭の使い方をするような面白い体操になったんじゃないかなと思います。いや、にしても意地悪すぎないかってまあまあ、でもすごいスッキリしました。はい、ということで今回の動画はここまでで終わりにしようと思います。またです。動物の森最強、動物の森最強。ちょっと待ってくださいね。
うんうんうん。